村井秀夫刺殺事件。村井秀夫刺殺事件とは、1995年4月23日に発生した殺人事件。オウム真理教の幹部であった村井秀夫が200人を超えるマスコミ関係者が集まり監視の中、東京都区南青山にあった教団東京、総本部前で山口組参加の右翼団体、新州市守官構成員を名乗る。 在日韓国人の女弘行、蘇右平に殺害された事件である。なお、村井秀夫の大臣という肩書は、オウム真理教内のことでありその当時の政府、政権、首相官邸とは全く関係ない。1995年4月23日午後8時35分、教団東京総本部ビル前において、山梨県西厚代郡上國式村、現、甲府市及び、 南鶴郡藤川口湖町のサティアン郡から戻って来た村井が犯人によって刃物で左腕と右は秋腹を続けざまに刺された村井ら教団幹部は東京総本部に出入りする際は地下通用口を使用していたが事件当夜はなぜか施錠されており村井が外階段を引き返し1階で入り口に向かおうとした際に襲われた後日の通り教団の事件関与を疑う見方も あったが裁判では認定されていない。この様子は TV ニュースで繰り返し放映され、日本中に衝撃を与えた。刺された後、直ちに村井は東京都立疲労病院に救急車で搬送されたが、右は秋原に受けた深さ13センチメートルの刺し傷が致命傷となり、出血性ショックによる急性循環不全のため、翌4月24日午前2時33分に亡くなった。 実行犯は事件を直ちに逮捕された。実行犯の女弘行は、三重県伊勢市所在の右翼団体、神、島明弘館の構成員を名乗ったが、神、島明弘館は政治活動をほとんど行っていない、休眠団体であり、実際は、三重県伊勢市所在の山口組警防緑団羽組の構成員だった。女は、過去に、蔡司企画会社を経営していたが、 倒産により2300万円の借金を抱えていたことが捜査で分かった。その供述により、暴力団若頭、KK も、共犯として5月11日に逮捕された。羽組は、その後解散した。助は、犯行動機について、疑憤に駆られて殺したと供述したが、取り調べの後に、若頭の指示により、犯行に及んだと証言を変え、人を刺すという行為が怖かった。 しくじって残念という基地と、やらなくてよかったという安堵感で複雑だった。体は震えていた若頭から、ある人がお前に期待していると言われた、と供述。一方、若頭は、指示そのものを否定した。警察の捜査でも、暴力団若頭と、オウム真理教の接点が見当たらなかった。また、後半において若頭からの犯行指示日に関する、 実行犯の供述が不自然で後認定された。裁判の結果、女弘行に、懲役12年、暴力団若頭、経刑に、無罪判決が下り、確定した。この事件で、安弘文雄裁判長は、犯行の背後関係は未だ解明し尽くしておらず、不透明な点が残されていると言わざるを得ないと、発言した。若頭は、その後2000年11月14日に、 建設資材会社の強括容疑で宮崎県警に逮捕された。実行犯の女は旭川刑務所に服役し、2007年に出生した。女広幸は、上祐文博、青山義信、村井秀夫の教団幹部3人なら誰でもよかったと、供述したが、犯行当日のテレビ報道では実行犯が、東京総本山ビル周辺でうろついている姿が、たびたび映像に映っているのの、 教団幹部である上優や青山が出入りしても一切動いておらず最初から村井をターゲットにしていたことが明白と指摘された。このことについて女は週刊金曜日2011年9月16日号で3人がどこから来てどのスピードで入り口に入るかわからず実行の際にナイフを取り出すのが間に合うかを考えた。上優 青山の時は距離等の関係でできなかったが、村井の場合はかなり遠くから歩いてきたので、体勢とかポジションの準備をする余裕はあった旨の回答をしている。また、週刊朝日2012年7月号に特別号のインタビューに答えた際には、この事件はもう判決が出て終わっている。今もお話しできないこともある。だが、なぜ僕が事件を起こしたか。それは、 最終的には、個人の生き通りです。あの当時、社会全体が、おおむに対し生き通りがあったし、僕も、とんでもない連中だと強い疑憤を感じていたとし、裁判当時の供述とは、正反対の主張を展開。また森達也から、背後関係について質問された際、実行犯は、組織的なことはないと主張した。週刊新潮の取材では、若頭との関係については、 一切語らなかった。社会復帰後は、女ロユキのブログを解説し、ヨットレースや海外旅行など、私生活の様子を公開。閲覧者からヨット購入について、視察で報酬を得たと指摘されたが、あなたも、やりたいことがあったら、そんな妄想を言ってないで、人の何倍も働きなさい、っこ笑いと、回答している。事件から20年後の2015年4月以降は、 ブログの更新が途絶えている。司法解剖後、村井の遺体は、今白の甲子島のある浴衣が着せられ、渋谷の余裕旗斎場へ移送された。遺体は、オウム信者が制作した棺に収められた。棺は、木くずだらけで、ラッカーが塗られておらず、窓のレリーフが粗末で釘を打つ場所がずれている状態だった。火葬後、遺骨は、両親ともに、新幹線で、 大阪水田市の自宅へ帰郷した。教団では村井が死亡した4月24日以降の10日間、事件現場となった東京総本部前で、とぶらいの踊り、鎮魂の舞を披露し、村井を追悼した。一踊りの期間を10日間とした理由は、死者は遅くとも、死後49日以内に輪廻転生するが、これが早ければ早いほど高い世界に転生し、遅いほど低い世界。 人間会は45日目、地獄会は49日目に転生する。という教団の協議に基づくもので、村井は幹部としての功績が高いので10日以内に転生するとされたためで、ある。事件から1週間が経った4月30日には、熊本県の市民団体、人権尊重を求める市民の会の会員10人が、村井の追悼集会と称して、事件現場に集まり、あの時、 マスコミ、警察はなぜ村井氏を助けなかったかと覚醒器で訴えながら金と太鼓を打ち鳴らした。また、拒否じりーく、拒否じりーく、漫画版を発刊し、村井の功績を称えた。その中で、オウム真理教教祖の朝原昌光が瞑想中に、村井の魂と会話を交えた、と声明文を出している。村井の視察場所となった教団東京総本部ビルは、 当事件発生から20年後の2015年4月に解体された。事件直後、警視庁は、オウム真理教の捜査に重大な支障となりかねないことから、村井の死を首相官邸に報告している。オウム真理教の事件は1994年6月の松本サリン事件、坂本弁護士一家殺害事件、そして地下鉄、サリン事件と世間を震撼させており、 首相官邸への報告は当然の義務であった。当時国家公安委員長だった野中広夢は捜査中であるオウム真理教内での科学部門担当トップといわれる村井氏が視察されたことは残念だ。どんな理由があれ、殺すことは許されない。女広行は右翼と名乗っているが背景などを徹底的に捜査したいと述べ、背後関係などの解明に全力を挙げる考えを 示していた。結果、組織的犯行は認められなかったが、裁判長やメディア、捜査関係者等現在も、背後関係を指摘する説が残っている。事件発生当時は3月20日に、地下鉄、サリン事件の発生をきっかけに2日後の3月22日に、教団施設への強制捜査によって、オウム真理教への疑惑が深まった。そして、木部哲也4月6日、 逮捕、越川新一、4月6日、逮捕、林育夫、4月8日、逮捕、石川光一、4月8日、逮捕、新見智光、4月12日逮捕、早川則義よ4月20日逮捕などの、教団大物幹部がと逮捕され、村井自身にも疑惑の目が向けられる中で、連日体制の報道関係者や警察から24時間体制で監視されていた。 しかし現場は建物の周囲にロープを張る対策はされておらず、連日見物人が詰めかけている状況だった。4月19日には二人組の男が怒鳴り込む騒ぎがあり、4月20日には泥酔したサラリーマンが教団東京総本部前で払いせに放尿し、警察に連行される騒ぎが発生していた。実験当日も教団東京総本部前で村井を、 報道陣が取り囲んでいた最中に TV カメラの前で視察された村井が襲撃を受けた東京総本部ビル前では当時赤坂署員6人が警護に当たっていた。フォーカス編集部専属カメラマンだった和シ道夫は取材のため現場で待機していたところ村井を待ち伏せしていた女の姿に気づきマークしていたという。この時女は目が定まっていない様子だった。 村井が現れると、和潮はビルの前にあった花段に上り撮影を始めた。その直後に、ジョが村井を狙い始めたため、ファインダーを覗くのを止めて二人の位置を直接目で確認しながら、ジョと刺される直前の村井の姿を写真に収めた。写真は第二回編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞に選ばれたが、和潮は 人が死の瞬間を撮影したことに嫌悪感を感じ、受賞式を欠席したという。また、宮島茂樹は現場を取材していたが帰宅したため、撮影できず、わしを羨ましく感じたという。しかし、同業者からの反響はあったものの渾身のスクープは、ウレズフォーカス編集部の山本以後は違和感を感じたという。 ジャーナリストの山路徹は、オウムの情報省を名乗る人物から取材に誘われた。視殺事件当日に取材していた、上國式村で4時間、その後青山総本部の地下休憩所で1時間待機、させられた。待機中、背後の扉を開けるような音が聞こえ、扉の向こうには村井がいたという、その直後に事件が発生した。村井は総本部へは、通常地下から出入りしており、 事件当時も地下から総本部へ入ろうとしていたが、この時は扉が施錠されていたため地上へ戻り、その後刺されたという。事件発生後、山路はオウム側の要請で村へが搬送された病院へ入り、取材を行った。この時待合室にいた信者が山路を案内していた、信者に孫子の予言通りになったなと発言し、案内人が口止めするのを見たという。 東京スポーツ新聞社のカメラマン上谷光人は村井のそばでカメラ撮影をしていたため会議地を浴び村井の血痕が靴に残った。この他にも日刊スポーツの大西健一、松田秀彦、テレビ朝日の長谷川雅子、室田秀夫が視察を目撃している。1995年4月23日に放送されたザ・スーパーサンデー、久米博が迫る。 オウム心理教の巨富、では放送中に、村井視察事件が発生し、事件から約10分後に、VTR で現場の様子を放送。視聴率は38.9%を記録した。テレビのニュース番組や、ワイドショー等が生々しい視察シーンを無修正で、繰り返し放送したため、事件報道のあり方に議論を巻き起こし、4月27日以降、この映像を放映しなくなった。 米紙ニューヨークタイムズ、早晩は殺害された、村井の写真を大きく取り上げ、地下鉄、サリン事件以来、広まっている一般の不安を、さらに増幅したと報道。英紙デイリーテレグラフは、ガス攻撃の復讐のために、オウムのリーダーが殺されたと報道。一方所については、なぜ在日韓国人が右翼なのかと疑問を投げかけた。事件後も、 教団施設へ襲撃犯が現れ警察に逮捕、連行される事件が起きている。事件が起きた南青山総本部では警備が強化され、通行人の男女が取り押さえられたほか4月27日にはナイフを所持していた男が銃刀法違反で逮捕される事件が起きている。同日オウム京都支部では日本刀を持った男が現れ住居侵入と銃刀法違反で逮捕されたが、 右翼関係者ではなかった。1995年7月16日に放送された報道特捜プロジェクトは羽組の元幹部を自称する暴力団関係者を出演させ事件の真相に迫る特番を流したが生放送中に羽組長からあれはうちの組員ではなと抗議が入るハプニングがあった。番組では私は事件のすべてを知っている。身の危険を感じているが 組を解散に追い込んだ、KK、羽組若頭が憎いと証言していたが、クレーム直後に司会者から、あなたは羽組の組員ではないんですかと問われ、表面的にはですと、実質的には、組幹部だったことを強調した。日本テレビはこの暴力団員に出演料として50万円を支払った上、家族旅行の費用40万円を負担したため、問題となった。 どこからか村井の遺体の写真が週刊誌に流出し、物議を醸した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。